忙しく過ぎていってる。片付くことを知らない、この部屋はなんだか他の誰かの暮らしから借りてきたみたいだ。面白くてもっと新しい放課後を君と一緒に作りたい。放課後カルピス始まります。始まりってドキドキする。ドキドキしすぎて寝坊した。間に合ってよかったな。またドキドキ真っ白で進め、カルピスウォーター朝日飲料。新社会人の皆さん、こんにちは。オフィシャルヒゲダンディズムです。新しい環境ってワクワクもするし、逆にちょっと怖かったり不安になったりもしますよね。でもきっとそんな真っ白なあなただからこそ感じられる気持ち、今の自分にしかできないこと絶対あると思います。僕らも音楽作りを通して新しいことにこれからもどんどん挑戦していきたいと思っているので、お互い頑張りましょう。せーの、真っ白で進め。オフィシャルヒゲダンディズムでした。この楽曲は新しく新生活が始まる方、まあ、あとは普通に学年がね上がって次のこうクラスに進む方、いろんな、新しいタイミングっていうのがあると思うんですけど、そういうみんなのちょっとした不安なこともあるし、期待感もあるし、そうなんかこう混ざった感情を描きたくて作りました。その少しの甘酸っぱさと爽やかさがカルピスウォーターが持つまっすぐさ、ピュアな印象とすごくリンクしているんじゃないかなというふうに思ってます。ただ明るくて前向きなだけっていうわけじゃなくって、やっぱり悩んだり迷ったりしながらも、こう真っ白な自分だから、その真っ白な時間だから、時期だから、体験できる人生というものを描けたんじゃないかなというふうに思ってます。